皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっと車がめちゃくちゃ汚くなっちゃってきて、ちょっと見てもらいたいんですけど。というわけで、いきなりちょっと車両の外装を見てもらってますけど、まあ、ちょっと埃がねかなり被っちゃってて、見づらいですけどね、まあ、ボディの状態はもうツヤもなく、結構傷だらけになってしまってという状態です。でこの車はね、4年前に自分でね、塗装をしたんですけど、完全な素人がねオールペンをした車両、4年経った後に、磨き込みをするとどれぐらいまでなるかというのをね、今回この動画で楽しんでもらえたらと思います。それでは始めていきましょう。じゃあまず高圧洗浄からやっていきます。はい、じゃあ次は粘土でやっていきます。今粘土クリーナーをかけ終わった後ですね、ボディはツルツルなんですけど、まあ、ツヤはなくなりましたね。でこっから磨いていきます。今粘土クリーナー後に拭き上げた感じですね。わかるかな、なんかねこうやって動画で伝えるっていうの難しいんですよね。あ、こういう感じが分かりやすいかな。まあ塗装面ひどいですね。今日特に天気がいいからなんか分かりづらいですね。まあ、こうやってちょっと白くぼやけた動画いっぱいあるんですよね。これ最初に全塗装した時にちょっとあの削りが甘いところだったので、今回はウールバフからちょっとスタートしてみます。まずちょっと研磨力の強いウールバフとこっちのカット 1L でやってみたいと思います。でその後ですね、徐々にこっちのハード 1L とソフトのやつ、この辺に変えながら作業していきます。
まず一発目ウールバフでかけると、まあ、これだけでも結構綺麗になりましたね。やっぱこういうところちょっと磨きのこうマークみたいなのが入っちゃうんですけど、これは次のコンバウンドでだんだん細かくしていって消していきます。ビフォーアフター比べるとやっぱ全然違いますよね。はい、じゃあ続きやっていきます。はい、とりあえずボンネット全面ウールバフやりました。だいぶ良くなりましたね。で続いてちょっと天井までやっていきますね。でウールバフは、まあ、目立つとこだけしっかりやればいいと思うので、まあ、ボンネットと天井までやって、でその次に移りたいと思います。天井の方はもうちょっと作業動画スキップしますね。じゃあ今度彩目でやっていきます。1個ですね、細かいやつで磨いていきますね。さすがにこれは違いが分かるんじゃないかなと思いますね。ここが境目、全然違う。こういうとこはね、もう機械が入らないので手でやりましたね。で最後ね、時間が遅くなっちゃったのでちょっと今日はガラスコーティングなしでこっちのワックスでいきます。時間がちょっと下がってきちゃったんですけど、今ワックスを拭き取ってます。乾かないうちに急いでやりましょう。いやすべすべ
いい感じですね。はい、ということでね、作業終わったんですけど、もうこの時期暗くなるのが早いですね。5時ぐらいなんですけど、でもとりあえず仕上がったので、どうですかね。はい、ということで一晩明けて朝ですね。残念ながら今日ちょっと雨降っちゃって、カーポートあるんですけど、横の方はこんな感じで雨が降り込んじゃいましたね。でもう天気も違くて、うち屋内のガレージじゃないので、もう条件が違ってちょっと分かんないんですけど、かなりツヤツヤでいい感じに仕上がりました。ワックスの拭き残しもなさそうですね。で本当ならちょっとガラスコーティングやろうと思ってたんですけど、こういう雨ちょっと懸念して、今回はワックスにしときました。ちょっと翌日が雨だったのでね、ちょっと一日空いちゃったんですけど、今出来栄えを撮ってます。ちょっと動画で伝わるかわかんないですけど、ボディは相当ピカピカになりましたね。でこれメタリック入ってるんで、ちょっと白っぽく映っちゃうかもしれないですけど、結構いい感じにツヤが出てます。施工から10日ぐらい経ったかなと思いますけど、水はじきどうでしょうかね。おお、すげえすげえ、めっちゃ流れる。こっちと比べてみれば一目瞭然かな。じゃあガラスコーティングかけて、もう半年経ってないぐらいなんですけど、全然弾かないですね。ガラスコーティングっていうのもそんなに持つもんじゃないですからね。よくガラスコーティングで2年3年持ちますとか、長いやつだともっと5年持ちますみたいなのもあるのでもね、半年でこんなもんですよ。多分ね、2年3年持つっていうのはガレージに保管して一切使わないみたいな、そんな人の条件だと思いますよ。実際に雨の日とかそういう日も普通に乗るっていう方だと、やっぱり持ってね半年ぐらいですよ。これをこまめに3ヶ月ぐらいで塗り直すのが、多分車をきれいに維持する一番のポイントなのかなと思いますね。ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録と高評価、コメントの方よろしくお願いします。